パラサイトバイティング食人層は2008年にオーストラリアより制作、公開されたホラー映画作品。カーター・スミス監督の劇場長編デビュー作、ジョナサン・タッカー、ジェナ・マローン他共演。スコット・スミスの小説、ルインズ廃墟の奥へを映画化しており、古代マヤ文明の遺跡を踏み入れた旅行者たちを襲う謎の食人草の恐怖を描いた作品。 R15 指定であった。メキシコで休暇を楽しむ二組のアメリカ人カップルは、ドイツ人の青年マティアスとギリシャ人の男ディミトリと出会い、マヤ文明の神殿に足を運ぶ。ディミトリが警戒してきた現地住民に射殺され、残りの5名も他の住民たちに囲まれる。その時、県外のはずの携帯電話の着信音が鳴り出した。だが、 それは携帯電話の泣き真似をしたツタだった。日本では劇場未公開。2010年2月5日に角川エンタテインメントよりスペシャルエディション DVD が発売されている。2011年8月11日にパラマウントホームエンタテインメントジャパンより再び発売されている。ありがとうございます。